例年の大体、8割減ぐらいですね。我々が今一番心配してるのは500から100になるという、うん、そういうその基準値が変わった時に、うん、実は去年タケノコってものすごく不作で、うん、タケノコほとんど取れなかったんですよ。もともとは何か影響とかじゃなくて多分取れないと次の年って豊作なんだよね。そうなんですか。そう過去から行くとね。ちょっと今年の豊作だろうから、問題は数字だって。町で今35台ぐらいの測定があるんですよ。ですから、まあそれを専用で借りておいて、いろんな場所で定期的に測定して、基本的にその数値管理しかない、数値で示すしかない。だからそういう意味ではキャンプ場なんかもそうなんですが、徹底してそういう数値の測定をし、これだから大丈夫です、していくしかない、そうです、するしかない、5000万ぐらいの修理費が必要なんですよ。で建物本体、はい、あの中の展示物とか中はね、ほとんど傷んでない。お客さんに言うのはひな祭りなんですよ。ね、ひな祭り、ひな祭りとは年間の中で一番お客様が、おいでになる、そうするといろんなところに実はおひな様って眠ってるんです、蔵のあるところ、そういういわゆる広域的に同じ時間帯の中でおひな様と食事がセットになるとかね、そういうやっぱり連携をとって、そのいわゆる行政側としてそういう連携のスタートさせてくれないかって言ったんですけど、安心安全を一生懸命作ってますので、はい、安心して遊びに来ていただきたいと思いますね、うん、はい、分かりました。それ以外ないですよ。はい、ですね、はい。